はい、今日も冥王の影占いやっていきましょう。どうしてもテリーに勝てないんで、バトルチャンネルを見たら地図神湯でテリーに勝ってるのが1個だけあって、それが、ベホインにスライムを2枚入れて回復して、あと睡眠薬で回復してなんとか勝ち切ったという感じだったんですね。まあ、それを真似してみました。で、盗むか冥王の影で相手の雷神の剣を奪って逆転勝ちしてたっていうバトルチャンネルのねやつが 1個あって、それが神湯レジェンドの人だったんですよね。なんでそれ真似していこうかなと思います。私が、ほとんどね、ほとんど特技が入っていなくてユニットで押すという感じでしたね。ここ困るな。あ、いいね、引き去らないと一体叩ける。何が来るんだ。さて、レックだったらまずいと。はい、で、上回してくるかどうか。回すなね、回すの優先するんだけど、ここにちょうど2頭があってからこれはちょっと助かった。で、その後は目の影があるし、どう攻めるか。次出てきたのもやっつけられると。でも先に冥王の影。ああ、これ先に出せればな。この1枚2枚もらえたのにね。俺のターンだな。前とこ起き上がるな。くそだな。先こっちで殴った方がいいな。さあ、準備できたぜ。ほら。何が来るんだ。アリアハン王が出ること可能性を期待してここ。意外とやることなかった。これはちょっと嬉しいぞ。タヌで行ってもいいし。行って。いいぞ、これクロスカッターに全部当たるっていう作戦ね。いらないのが来るじゃん。これ回さないと全然意味がない。それ想定内なんだから、もう一体ぐらい出してほしいな。クロスカッターでやれるから、しかもこれ弱いじゃんね、僕見たら。使ったらやるほどでもないと。神谷さん、今日もヘアスタイル決まってますね。こっち自分で殴る方が良くないか。使ったらちょっと取っておくか。これで頑張って。今助けるぜ。もういっちゃ。地図からもういいか。結局地図出せないんだったらこっちで回復して、くそ、もう時間がねえ。なかなかの回復力だ。私の出番だな。回せないのだけはちょっと腹立つし、ダークホーンがなんか活躍できるかどうかだなぁ。と、神眼一戦が。で、死神兵使ってくれたの嬉しい。使わないといけないぐらい苦しいってことでしょ。神眼一戦使っちゃうよ、僕は。これは。
何もできてないので一緒だからね、相手どう攻めるか。マヤもいいね。最初はこっちだな。何が来るんだ。すごいね、もう評価がいいんじゃないですか、これ。なんかでかいのでできて、でかいのでもいっぱい出てくるってことはあんまりないか。いいか、こっちにしとくか。小さいの出てくると思う。氷河でも良かった気がするけど、6だと出てきてフランケンでどうでしょう。そうだね。4回復したところで、わーうめえな。あ、でもこれ5点ダメージが与えられない状況になってる。弱い。よし、行くぜ。まだ弱いね。クラッシャー対策を完璧にしてるのがちょっとうめえな。クラッシャーじゃないや。これ、クロスカッター対策を。1、3か2、2か。もう苦しいという。ダークホーンという手もあったか。大したものは奪えないと思いますが。今のなし。そこだ。イシシ。もうゾーマか。まだ出せないでしょ、でも。くそ。もう時間がね。さあどうだ。私のターンだ。徹底的にクロスカッター対策してんだよな。それじゃ間に合わないと思うな。肉球魔導ぐらいでしょう。できたとして、あ、でも肉球魔導やられたら殺されちゃうか。きついな。死神でできたか。テンション上がってないからいいよ。1、2、3、4、出しても殺されるがしかしみたいな。なんか徹底的にこの対策してくるのがすげえ腹立たしいな。さてどうするか。使ったってことか。くそ、もう時間がねえ。クロスカッター。ソラや、私の出番だな。諦めた。よし。これで私が諦めたと思わんことだ。諦めたと思うことだ。よし。まあ、なかなかエマがやっぱ活躍するよね。エマとベホイミスライムがやっぱりすげえ回復力だったな。よしよしよし。じゃあ、勝った試合を見ましょう。リプレイで。テリーにはまだ勝ててないんですよね、でも。同じ神湯。あ、これ地図、神湯同士対決です。どっちがうまいか勝負だね。僕も、
次の相手はお前か。よろしくな。高校の方が嬉しいかどうか。まあなかなかいいの。ターンで地獄で4ターンまでの流れが見えているのと、さらにクロスカッター。ナイン対決。どっちがうまいかっていう勝負。何が来るんだ。かなり向こうが粘るんだよな。お、目を向かえてきた。いいよ、3ターン、4ターンの流れがすごく楽しそう。何が来るんだ。どう攻めるか。サンディがうまいんだな。私でも倒すっての非常すぎよ。でも次僕冥王を使うと、冥王を使うね。相手がドローするのを合わせて2枚僕に手に入る。これはかなり美味しい。でサンディは死ねないと。いいよ、カイロさんと。スモークいいよ。さ、準備できたぜ。もっとそれを、それを先にやってしまったら、さらに向こうワンドローするぞ。せやち。はい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 。俺のターンだな。どうするのよ。好きだらけだぜ。盗む。ナイフ盗んだ。スモーク。あんまり俺を怒らせるなよ。これがまたいいところが、こいつ殴ると、ここはこう2に上がり、これはおまけで、で、ワンドローした時に僕にまた手に入ると、ツードロー手に入る。闇の魔人。サンディ、あ、サンディが僕に来たわけじゃないのか。しかしこれで溢れてしまうな、逆に。次殴ってこれが入って宝の地図が入るから1枚溢れちゃう。それはちょっともったいない。俺のターンだな。あー、ルイダーいなくなった。まあ、ルイダーは一番弱い派だから、まあ、いいでしょう。もう一つ。ただ殴られるのは腹立たしいです。好きだらけだぜ。ステルスからは出ない。なんかでかいやつが来た時にそれを殴るように使いたい。ただ単に天使の一撃に殴られるのも悲しいじゃん。うわぁ、サンディとこれの使い方がすげえうめえね。めっちゃやられてんだけど、回復力はまあまだまだまだあるから、これをね封印したいよね。サンディを、サンディ毎ターンこれ2個上がるようなもんだから、あれセレシア使ってるようなもんだもんね。エマ、まあいいんじゃない。今で殴れば回復できる。しかも両方ステルス。そしてチーズが置ける。セヤチ、これで頑張って。そしてサンディは死なせない。今助けるぜ。ああ、出してしまう。これはどうだ。3人の下にこれ落とせないでしょう。そうそう、なかなか。ここで3コス使ったらあとホストが3しか残ってないんだが、それでヘルクラッシュは残せないでしょう。いや、かなり引けたからな。うーふわー、強い。クソ、ゼロコスで神眼一戦カイロサンドのゼロコスで殺されてしまった。からアジト、昔の僕のデッキだなこれは。強い。こっから引いてきた、アラブルから引いてきたカードが強すぎなんだよ。手腕では、まあ、そんな大したもん引けないでしょ。貴族の手腕って、貴族の手腕って僕のデッキから奪うんだっけ。俺のターンだな。相手のデッキの、あ、そっか、デッキから奪っちゃうんだ。こいつが現れねえから腹立たしいな。しかしクロスカッターでこう叩いて、サンディはこれダンジョンじゃないんでサンディ戻れないでしょ。そうだよね。
この展開。右が邪魔だからもうとりあえず排除。素晴らしい。この回復力がすごいよな、やっぱり。ターヌ。さらにガンガン出せる。さらに睡眠薬。こうやって回復力で勝負すると。今助けるぜ。どう攻めるか。すごい薬草の数が尋常じゃないね。いや、サンディを、殺せてよかったね。死亡時効果発生させずに殺すことができて強いなアジトが。ヘルジャッカル倒したところで僕はこれで倒せるから関係ないと。地図がゼロコスで出せるっていうのは向こうはうまみなんだよな。もう一つ僕じゃない。ここ僕を殴らない理由はなんだ。僕を殴らない理由はなんだ。苦しいのか。ここは一点はここに入れといてよかったと思うけどね。睡眠薬で回復する。すごい。モンスターハウスだとかやりたいね、こういう時。もうゼロコスになってる。すごいな、ヘルクラッシャー。で、これ2点が当たるし、これは素晴らしいぞ。1点与え。これは相当強いと思うがどうか。さすがにこれ全処理はできないでしょ。まあ、ヒドラが入ってるわけもなし。さあ、そして3打目。いやそして、さらに、侵害戦も引いてきた。なんだけど、向こう粘るんだよね。ヘビジャッカルで、プラスカイドさんとかも殺し。まあ、それも、そこまでがやっとだろうと思ったら、まだなんかできるもん。カイロスハンド！とからの、アサシンアタック。すげえ粘りだな、これは。これの後ろに置いてるっていうのに。その強さ。しかし、こうやってると。しかし、都合のいいことに僕にはマヤがあると。マヤ、何度このデッキから捨てようか捨てようかと思ってたんだけど、こういう時強いんだよな。4点いきなり出るっていうのが。うん、全処理したとしても、もうでかいやつを全処理したとしても、この2人が残ってるからね。4点出るのは強い。うわぁ、ほぼボスって思ってた。すごいね、向こうの建物加減が。6個のマスのうち5個に建物が置いてあるという。まあ、なんとか勝ちましたが、テリーに勝つまではまだまだという感じですね。さてと。で、今、バレンタインイベントで、バレンタインコインっていうのを配っていて、それで、交換ができるんですよ。それをやりましょうか。バレンタインメダルで、交換できる。本命は300のこの、ローラ姫なんですけど、ローラ姫僕1枚持ってるんで、どっちかっていうと、パックチケットが欲しいね。ここ。よし。で、これでバテックで引きましょう。バックあんまり出ないから買う価値ないかなと思って、ゴールドは使ってないんですよね。もらったログインボーナスチケットだけでバック買っていて、なんで拡張カードも出ないし、ゲルダも出ないっていうような感じで。もし出てくれたら嬉しいな。でも新三段が発表されたからな。チケットで買うと、レジェンドレアチャージは進まないというね。あ、進むんだっけ？チケットで買っても。10連が進まないのか。さあ。さあ。盗賊のレジェンドレアが出れば、ギルドが手に入る。持ってないか。うん、今の環境。地図相手にはハヌマン効きそうな気がするな。盗賊のレジェンドレア。レジェンドレア来い。レジェンドレア来い。ダストン。ダストンか。全然、引く気が起きない。この、
何も起こりそうもない。ダメだね。持ってるのしか来ない。こうバックが無駄になってしまった。ローラヒントリック。おお、ハヌマン。綺麗なハヌマンが来た。というぐらいだ。ダメだ。何も来なかったに等しいな。はい。ということで、次回また。